家族のために今はそんな身近にも親しき中にも礼儀あり、家族といえど人間、平和でも人間であることを忘れることもある。人間は忘れる。だから気づいた、誰かが声をかけて、身分と真逆の人と関係が成り立つ。その人間あたり面白くなりそうな。今日もこの後はいつもの予定調和、それがなければと傷ついたこともある。繰り返し人間作法ありのこと、そういう繰り返しが心地よさを刻むリズム、そして始まりがあればいつか終わりが来るもの。